様、どうしたんですか？少しお疲れみたいですけど、何かあったんですか？ いろいろって、兄様、午後のステージもあるでしょうし、どうか少しでも休んでください。私は一人でも大丈夫というより、ご迷惑でなければ兄様の面倒を見させてほしいです。 わかりました。それではお言葉に甘えさせていただきます。<笑>まずはどこに連れて行ってくださるんですか？ Thank you.
Nanda? Jinchu Mimai ka? Nita yona mon kana? Surprise komi da kedo. Shitsurei suru yo. Moshikashite? Angelika-san? なんとかギリギリ間に合ったみたいだね。パトリック君たちの舞台を見逃したのは残念だったが。なんとか来れたんだ。しかしなんつうか、お前そんな美人だったか。私としてはスーツの方が好みなんだが、学院祭に行くために少しばかり父と取引してね、許してもらう代わりに 何件か見合いを受けることになったのさ。これはそれ用のドレスでね。確かに礼儀にはかなっている装いでしょうが、アンジェリカさんが着るとちょっと迫力がありすぎますね。波の相手がかすみそうなくらいに。 でもとっても素敵です。なんの、君たちのアデス方に比べたらさすがに負けるというものさ。あ、アンジェリカさん。うん、やっぱり女の子はいいね。実家に帰ってから父のむさ苦しい顔ばかり見てたから癒されることをこの上ないよ。やれやれ、 相変わらずみたいですね。もうあんちゃんってば。満喫満喫。お次はこちらだ。ああ、これはまたあったかくて気持ちいいな。<笑>くすぐったいってば。深く。あん、ほどほどにしておきなよ。 つうか、完全にセクハラだからな。君たちのステージ楽しませてもらうよ。だが気負う必要はない。今の君たちを7組のすべてを捨て。ああ、楽しんでくるといい。 お待たせしました。まもなく士官学院1年7組のステージが始まります。
にて7組のステージを終了します。皆様ご清聴ありがとう。皆さん、ご声援ありがとう。アンコールにお応えして、3曲目、行かせてもらいます。Today